発信で、足軽大将。武田二十四将の一人に数えられる。意味名は、森友とされてきたが、近年は確実な文書上の表記から、焦点であることが指摘される。バーが懐取り出子の三枝兄弟の墓父虎吉は、三枝絵門城を名乗り武田家の武行人として、活動し、現在の山梨県中央市木原に本領を有して、いたという。 戦国期に、佐草氏は、武田普代、山形正影を寄り親としている。紅用軍艦、官営書家系図伝などによれば、正邸は、虎吉の着手で、武田信玄の近所衆として仕えていたが、信玄にその才能を認められて、足軽大将に出世したという。紅用軍艦では、正邸は、山形正影と同族の山形氏の出自で、 サ草氏の養子になったとされているが、関永殿では逆に、正影の娘婿となり山形前衛文城を名乗ったとしている。なお、文書上においては、A61 年頃から山形影湯サ門の城を称していることが確認される。紅葉軍艦によれば30機、足軽70人を指揮したという。関永殿、サ草森友夫によれば、工事年間には、 信玄の歓喜を受け一時撤居したという。文書上の所見は、川中島の戦いに際した、永六四年三月で、正邸は、シナノにおける活躍で治療を与えられている。さらに、永六六年には、お父の守る自家の維持養育と貢献を命じられている。永六十二年八月には、カイノ氏を五号に置いて、大官を務めており、 この頃には赦免されていると考えられている。その後は武行衆や武田氏のご領書の代官などを務めている。政定関係文書において、信玄は政定への仮像を躊躇している文言が認められ、関英伝に記される、信玄の歓喜を被ったとする逸話には一定の信憑性が認められている。また、マ定関係文書は、信玄直筆のものも多く含まれ、 内容も、叱責など信玄の感情的側面が記されている。一方で、正サは、武田家に順調に加増されていることが指摘され、信玄と正サの親近性を反映しているとも考えられている。A68 年10月に、武田家では、信玄着難義信による、無本事件が発生しており、これを受けて、翌 A69 年8月には、 武田家臣が信玄への忠誠を誓う気象文を、品の国育島足島神社へ奉納しているが、A69 年8月の気象文では、長坂正邦、に、矢島義坊、佐藤民部昭友らと共に、正佐の名が見られる。武田家では、さらに翌 A60 年8月にも気象文の聴収を行っており、正佐は、この際も再び気象文の提出を行っており、 正定がヨシに近い立場であった可能性も考えられている。a 十1年の駿河今川領への進行に、際しては、父の虎吉が、駿河殿中上の上昇などを務めていることが確認されるが、公用軍艦によれば信玄は同じく、信玄近所の真田正幸や曽根正代とともに、正定の存在を重視し、正定は、 花沢城ゼメで一番屋りの武功を立てたことにより、信玄から感情を受け、山形正影からは、名刀、義光を与えられたとする逸話を記している。なお、A61 年推定の武田信玄人立書においては、正邸は弓州を率いる立場として記されている。正邸は、武田野中において信玄後期から勝頼期まで活動し、 紅葉軍艦、信長後期によれば、以下の逸話を記している。天正3年の長篠の戦いの時は、河久保真実を首相とした、長篠城を監視する、飛びの山の砦を守備する、別動隊に配属されたため、主戦場からは、離れていた。正サは、飛びの山の山陸の、バーが、懐というところに設けられた一人での守備を、弟たちと担当していた。 だが、織田信長の命で送り出された、堺忠次が率いる織田、徳川の別動隊による襲撃を5月21日早朝に受ける。堺ら奇襲の舞台は、武田軍守備隊が無警戒な山奥から尾根伝いに、背後へ迫って、五鳥を撃滅する作戦であった。中でも、正サの担当した、バーガ懐の鳥だけが、 山頂や尾根に構えられた砦ではなかったために、敵襲の察知が一段と遅れたとも言われている。奇襲隊副昇格の本田博高の軍勢に、当所から攻めかかられた、正さだらバーが、懐取り守備隊は、数で劣りながらも奮戦は目覚ましかったという。しかし、次第に劣勢に立たされていくばかりか、敵方に、隣の、君が、 福湯砦出を壊滅させた松平清宗などが増援に加わり、正サはどちらも実弟である、現在も森吉、神太郎森光らと共に戦死した。正サが撃たれた、バーが懐の付近に、西イ兄弟の母妃が所在している。正サ着男の守る基地は幼少であったため、叔父に当たる小吉がなしろを務める。正サの父、虎吉は、 武田氏滅亡後まで存命し、天正神後の乱を経て海を支配した徳川氏に帰属している。徳川家臣となった三枝氏は小吉が家督を継ぎ、守る吉は分家を起こしている。守る吉系の子孫は、元六十一年に大御国に違法し、徳川家の旗本となっている。守る吉系の子孫は、明治期に断絶しているが家伝文書は、 滋賀県東大見市北須田町の四国神社に現存しており、東大見市能戸川博物館において帰宅されている。なお、古代海の国において、甲府盆地東部を中心に勢力を持っていた、在庁官人である佐江草氏が存在し、平安時代後期には、海、源氏の土着以前に没落したと考えられている。中世には、古代に改装された、カ山大善寺が、 西武グ一族の西武グ主国によって改装されたとする由緒が成立している。旗本として存続した正サの子孫は戦国期西武グ氏の演奏を古代豪族西武グ氏に求めており、江戸後期に成立したカイ国史においては西武グ氏は信虎トに所流の石原守主の次男手綱によって再興されたとしている。 戦国期の遮草氏と古代豪族遮草氏の、系譜関係が確実に遡れるかは不明であるが、室町、戦国期には、武田家臣遮草氏と、柏大善寺との由緒を示した文書が作成されており、武田家臣の遮草氏は、自家の由緒を古代豪族遮草氏に求めている。一方で戦国期の武田屋中においては、遮草氏の寄り親である。 山形世を称していた方がより価値を有していたことが指摘されている。なお、文書上に見られる、西草一族の実名から、西草氏の通事は、基地であると考えられているが、紅葉軍艦や、官営部近世の編纂資料においては、正砂帝の実名を森友とし、西草氏の通事を、守るとしている。これは、西草氏国の由緒を反映したもので、 武田氏滅亡後の近世期には、開古代氏族西草氏の優位書を強調することがより、価値を有するように変化していったと考えられている。A64 年3月9日付、武田信玄書上、西草家急増文書、戦国遺文武田氏編728号 A66 年11月12日付、武田信玄判末、西草家急増文書 ABCDE 丸島、 なおこの際の取り次ぎは山形正景が務めている。ありがとうございます。